こんにちは、リリナナです。今日はこちらエコアンダリアのカラーナンバーが23番、いつも同じカラーで申し訳ないんですけども、こちらでバニティポーチを作っていこうかなと思います。で、かぎ針が7号針の 4mm を使用していきます。で、ファスナーがこちらは 30cm のファスナーになります。で、もしかして編み癖とかによって長さが人によって変わってしまうかもしれないんですけども、もし不安だなっていう方は30センチではなくカットできるファスナーを用意しておくといいかなと思います。30センチ以上であればいいと思うんですけど、短いとちょっと厳しいかなと思うんですけど、30センチ以上のファスナーで、ここがプラスチックになっていたりとかカットできるものがあるといいと思います。で、私は30センチのものですね。で、本当は真ん中からこう開けられるようにしたいので、こう2つファスナーがあるといいんですけども、ちょっと今これしかないので、なので今回はこちら片方だけになってしまうんですけども、ファスナーはお好きなものを選んでみてください。はい、では糸端を糸処理できる分残して一度くるっと引き締めたら、ここから鎖編み74目編んでいきます。 1,2,3,4 はい、74目編んできました。で、74目編めたらこちらを輪にします。まずは糸がねじれないように糸を持ってきます。で、そしたら針がある方ですね、これの間にこの糸端を入れてしまいます。糸はこちらの下で、このまま裏山に針を入れて、こんな感じで糸を持ってきて、このまま引き抜きます。で、鎖一つで立ち上がって、今引き抜いたところと同じ裏山ですね、ここに針を入れて細編みを編みます。最初の目が分からなくなりそうな方はマーカーをつけておくといいと思います。で、今一目目編めたので、また裏山という感じで74目細編みを編んでいきます。1つの目に1つずつ、裏山が大変な方は上半目と裏山という感じでも大丈夫なので、お好きなように編んでみてください。では74目最後までですね、編んでいきます。はい、73目まで編んできました。で、74目目が結構わからなくなっちゃうかもしれないんですけども、ここになります。この糸が出ているところの手前、これで最後になります。心配な方は1段だけ目数を数えながら74目という感じで編むといいかなと思います。で、マーカーが取れてしまったんですけども、ここがつけたところですね、一番最後の目で立ち上がりがあって、で、細編みの頭、ここに針を入れて、で、引き抜きます。その時に糸端を編みくるんでもいいんですけども、こっちに向かっているので、こうするとちょっとボコッとなってしまうかもしれないので、最後に糸処理をした方が仕上がりは綺麗かなと思います。で、これで1段目が編めました。で、その時にねじれていないかしっかり確認をして、で、もし歪んでいても最後にアイロンをかけるので、これは気にしなくても大丈夫です。で、鎖一つで
立ち上がって次から一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。で、上に書いてある段数まで編んでいきたいと思います。で、もし編み癖が緩い方とか、あとはこれは夏糸というか普通の毛糸と違うので、いつもなんか大きくなっちゃうなっていう方は7号針ではなく6号針で編むといいかなと思います。やっぱりなかなかサイズを合わせるっていうのが難しいと思うんですけども、私は結構編み癖が きつい方なので、もし緩い方は号数を下げて編むといいと思います。では上に書いてある段数まで細編みを一つの目に一つずつ入れて高さを出していきたいと思います。はい、15段まで編んできました。で、私は15段にしたんですけども、これはお好みなので何段でも大丈夫です。で、だいたい私の場合だと 7.5 センチになっているんですけども、自分の好きな高さで調節をしてみてください。で、この後にファスナーをつける部分を作っていきたいんですけども、ちょっと編み地をピシッとさせたいので、この時点で一度アイロンをかけて編み地を整えていきます。はい、スチームアイロンをかけてきました。で、そしたら今糸がついている状態になっているんですけども、私は右利きなのでこっちに向かって編むんですけど、右側のところですね、ここの一番最後の目、最後の目から長さを測ります。30センチのファスナーをつけたいので両サイド5ミリぐらい残して31センチのところを測っておきます。ピシッと31センチのところですね。ここが31センチにかかるかなっていう感じなので、私はこっち側、ここが31センチの真ん中あたりが目になっているので、こっちにマーカーをつけておきます。で、最終確認でもう一回しっかり測って、大きくなりすぎてるとファスナーをつけるときに大変なので、ここからこっちですね、糸が出ている右側、左利きさんは逆になると思います。こっちから31センチのところにマーカーをつけておきました。で、そしたらここからこのマーカーの手前までを1回細編みで編んで、で、往復編みで1回こっちに戻ってきます。で、またこっちに戻ってぐるっと編むという感じになるんですけども、まずはこのマーカーから一番最後の目を数えておきます。何目あるか数えておきます。最初が74目だったので、目が狂ってなければ74目引くここの目数でも大丈夫です。はい、目数を数えてきました。ここの立ち上がりの部分の右側ですね、右側からぐるーっとマーカーのところまで私は54目ありました。なので紙か何かに何目あるっていうのを書いておくといいと思います。この後に鎖編みを54目作っていくんですけども、人によって目数が変わると思うので、どこかに控えておいてこれを覚えておきます。では次から
細編みを編んでいくんですけども、往復編みで編んでいきます。まずは鎖一つで立ち上がります。根元から細編みを編んで、マーカーの手前まで細編みを編んでいきたいと思います。はい、マーカーの手前まで細編みを編んできました。で、そしたら鎖一つで立ち上がって往復編みで1段編んでいきます。ひっくり返して根元から細編みを編みます。一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。この端までですね。はい、細編みを端まで編んできました。で、そしたら鎖一つで立ち上がってひっくり返します。で、根元からまた細編みを端まで、こちらの端までですね、編んでいきます。はい、細編みを編んできました。で、そしたらここから鎖編みを編んでいくんですけども、先ほど控えておいた目数、私の場合だと54目になるんですけども、と他に54目じゃない方もいらっしゃると思うので、その目数を鎖編みで編んでいきます。で、その時に次の段で細編みを編むんですけども、なるべく裏山を取って編んだ方が仕上がりが綺麗になると思うので、まず1目編んだら鎖編み1目ですね、裏山にマーカーをつけておきます。で、一番最後と細編みをここずっと編んできて、最後の目ですね、鎖編みの手前、ここの頭がもしかしてわからなくなっちゃう方もいらっしゃるかもしれないので、わからなくなりそうな方はここにもマーカーをつけておくといいかなと思います。ここの目数を数えておくといいかもしれないんですけども、もし分からなくなりそうな方はどんどんマーカーを使って編んでみてください。では私の場合は54目編んでいきます。今1目編んだのであと53目ですね。自分のここの抜かした目数と同じ目数を編んでみてください。1、2、3、4、はい、54目編んできました。して54目編んだら54目目、私は54目なんですけど、54目じゃない方もいらっしゃいますね。その鎖編みの一番最後の裏山にマーカーをつけておきます。これ分かる方はつけなくて大丈夫なんですけど、分からなくなりそうな方はマーカーを最後の目につけておくと安心かなと思います。で、このまま一番最初の細編みの頭、ここに引き抜きます。針を入れて糸を持ってきて、このまま引き抜いてしまいます。で、こんな感じでつながりました。で、次は細編みを一つずつ編んでいきます。鎖一つで立ち上がって根元からですね、また細編みを編んでいって、このマーカーの近くまで編んでいきたいと思います。はい、マーカーの手前まで細編みを編んできました。で、このマーカーがついていたところで最後になるので、ここにまずは細編みを入れます。で、そしたらここのマーカーがついているところですね、なるべく裏山を見ながら編むと仕上がりが綺麗なので、もし編める方は頑張って編んでみてください。このマーカーがついているところから、この裏山、ここから細編みを一つずつ裏山を取りながら編んでいきます。ちょっと鎖編みに細編みを入れるのが大変なんですけども、頑張って編んでいきましょう。では端まで細編みを裏山に編んでいきたいと思います。もう無理だなっていう方は上半目と裏山でも大丈夫なので、もしできる方は裏山に細編みを入れてみてください。では端まで編んでいきたいと思います。
はい、ぐるっと裏山に細編みを編んできました。で、一番最後ここのマーカーのところですね、ここに細編みが入って最後になります。で、一番最初の細編みここになります。引き抜いたところがあって小さい立ち上がり、最初の細編みの頭、ここに針を入れて引き抜きます。で、ここからはもう一つの目に一つずつまた細編みを編んでいきます。ここが蓋の部分になりますね。蓋なのでそんなにこっちほど深くなく、このくらいかな、数段編んでいきたいと思います。なのでここもお好きな段数編んでみてください。鎖一つで立ち上がって細編みですね。で、一つの目に一つずつ細編みを編んでいきたいと思います。では上に書いてある段数まで細編みを編んでいきます。もし最初の目とか最後の目が分からなくなりそうな方はマーカーをつけながら編んでみてください。はい、24段まで編んできました。で、私はここの鎖を編んだところの上から1,2,3,4,5,6 6段編んでいます。でもこれはお好きな大きさで大丈夫です。で、ここで終わりにするので糸は引き抜いて、で、このままカットをしてしまいます。チェーンつなぎでもいいんですけども、この上に楕円のものを乗せていくのでチェーンつなぎをせずにこのまま引き抜いて編んで、引き抜いてカットしちゃいます。で、糸を出して、で、そしたらこれをアイロンをかけてきます。もしかしたら下の部分よりも小さくなっているかもしれないので、下と幅が同じになるように、ちょっと私も小さいですね、なので伸ばし気味でアイロンをかけて下と同じサイズにピシッとなるようにアイロンをかけていきたいと思います。はい、ではファスナーをつけていきたいと思います。こう後ろに、ここが裏側のこう開けるところ、こうくっついてるところになるんですけども、ここをこう合わせて、で、この真ん中を決めます。中心、中心を決めてマーカーで留めておきます。印をつけますね。で、そしたらファスナーにも印をつけておくんですけども、私はネイビーでちょっと見えないので、30センチなので15センチのところに、見えるかな、ちょっとマジック、ボールペンで印をつけてみます。真ん中のところに隠れてしまう、全然わかんないか、ここに一応印をつけたんですけども、こう隠れてしまうところに印をつけちゃいます。半分のところですね、30センチのファスナーの15センチのところ、黒とかだったら見えないと思うので、なんか白っぽいジャコペンとか、あとは待ち針とかで印をつけておくといいと思います。はい、ではそしたらこことここをくっつけていきます。その時に何でつけるかにもよるんですけども、とグルーガンでもいいし、あとはこういうものだとグルーガンだともしかしたら飛び出してきてしまうかもしれないんですよね。なので縫い付けてもいいと思うし、裁縫上手とか
あとはこちらセリアさんのクラフト小町、これもつけた後にアイロンをかけるとすごくしっかりつくので、いろんなものでお好きなものでつけてみてください。ではまずはだいたいそうだな、線がこうあると思うんですけども、ちょっと見づらいんですけど、その線のこう当ててみてどの辺かっていうのを確認します。こう真ん中に出るようにつけていきたいので、まずは真ん中をつけて、グルーガンとかのが最初はいいかもしれないですね。こう裏からなるべくつけた方がいいと思うんですけども、ここの場所、この辺に仮止めという感じで、でここと、あとファスナーが右利きさんだったらこれは右にあるようにこう開けるのかな、なのでこっちのこの位置を間違えないようにつけます。で印をつけたところとマーカーのところ、とりあえず仮止めなので中にこんな感じでつけてしまって、ここもマーカーと合わせながらつけていきます。で最初はアイロンか何かで、もし裁縫上手を使う方アイロンか何かでこうちょっとつけるといいかなと思います。はい、真ん中をつけてきました。でもしサイズが心配な方は、一番端から最初のところですね、こう締めた状態でここから先につけた方がいいかなと思います。ここからこう合わせて周りをつけて、でそうすれば多少こっちが大きくても中にこう隠れるので、そんな感じでつけるといいと思います。で大体同じぐらいのサイズかなっていう方は真ん中からつけてもいいんですけども、一度確認しながらつけるといいかなと思います。でそしたら裁縫上手でもグルーガンでも何でもいいんですけども、周りをこうつけてこの間に入れながらですね、こんな感じでつけていきたいと思います。で端のところはこうコの字につけてペタッと貼ってしまいます。反対側もですね、ちょっとここが開き気味になってしまうので、つけるときは開けて、でちょっと締めた、ここがあんまり開きすぎないような感じでつけるといいと思います。気になる方はここを少しまつってからこうつけると綺麗かなと思います。ではお好きな感じでつけたり縫ったりしてみてください。はい、ファスナーをつけてきました。私は裁縫上手でつけてしまったんですけども、グルーガンの方がもしかしたら簡単かなと思いました。グルーガンが苦手な方もいらっしゃると思うので、いろんな使いやすいものでつけていただけたらなと思うんですけども、やっぱりこっちに合わせてこうつけた方がもしかしたらいいかもしれないですね。真ん中を決めるんではなく、端からここの部分ですね、ここの開け閉めするところからつけて、少し私は隠れてしまったので、こっちから真ん中ではなくこっちからつけた方が良かったかなと思います。でしっかりつけて、で開けるときはこんな感じですね。では上の部分と下の部分の楕円を作っていきたいと思います。はい、では次は楕円を編んでいきます。まずは一度キュッと引き締めてから鎖編みを9目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9目編んだら鎖1つで立ち上がって
で、裏山でも上半目でもいいんですけども、まずは細編みを1つで、この間に細編みを7目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、はい、細編みを7目編めました。で、一番最後に1目残っているので、ここに細編みを3回入れていきます。1回、で針を入れて針の上に糸端を持ってきます。で、こうすると穴が大きくならずに編めると思います。で、同じ目にまた針を入れて、今度は針の上に糸端を編みくるみながら細編みを編んでいきます。で、次から細編みを7目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、7目編めたら、最後に1目残っていると思うので、ここに細編みを2回入れていきます。1回、2回。で、この中に立ち上がりが隠れてしまっているんですけども、これが立ち上がりの1目で、ここが細編みの頭ですね。ここに針を入れて、で、引き抜きます。で、これで1段目が編めました。で、こんな感じで片方が3目ずつ、全部で6目増やすように楕円を編みながら10段編んでいきたいと思います。で、10段編むと全部で1周が74目になるので、こちらの1周とこの1周の目数ですねと同じになると思います。なので最後縫い付けていきたいんですけども、縫い付けるか編み付けるかしていきたいんですけども、その時に同じ目数になっているように作っていきます。では楕円を10段まで編んで、1周が74目になるように編んでいきます。で、それを2枚作っていきます。はい、10段まで編んできました。で、10段まで編んで1周が74目になっているか最後確認するといいかなと思います。で、糸がついたままこのままアイロンをかけておきます。後からアイロンをかけるのが大変なので、糸を切らずにこのままアイロンをかけて、ちょっとピシッとさせると仕上がりが綺麗だと思います。